がバカやってるから。喫茶店に彼女と二人で入ってコーヒーを注文すること、ああそれが青春。映画館に彼女と二人で入って彼女の手を握ること、ああそれが青春。繁華街に前を行く生かした女の子を引っ掛けること、ああそれが青春。素敵な人に口も聞けないでラブレターを書いたりすること、ああそれが青春。セックスをし始めて大人になったと大喜びすること、ああそれが青春。親に隠れて酒タバコ睡眠薬果てば接着剤死んだ遊び、ああそれも青春。アルバイトばっかりで学校へは行かず適当にやること、ああそれが青春。飛行機乗っ取り革命叫び血と汗に生みれること、ああそれが青春。パチンコ麻雀競輪競馬掛け事専門のギャンブラー、ああそれが青春。孤独になって一人で悩み一人で考えること、ああそれが青春。さて青春とは一体なんだろう、その答えは人それぞれで違うだろう、ただ一人これだけは言えるだろう、僕たちは大人より時間を持ってる。